世界フィギュアスケート国別対抗戦は2009年により国際スケート連盟が承認するフィギュアスケート及びアイスダンスにおける国際大会。出場国が男女シングル各2名、ペアアイスダンス各1組でチームを構成し団体順位を競う。従来各地のオープン大会で所属選手の成績により参加国順位をつけることはあるが国際スケート連盟主催の国別で 団体総合順位を競うことを主目的としたものは、この大会が最初になる。ソチオリンピックからオリンピックでも団体戦として正式競技となった。国際スケート連盟に加盟している国のうち先行基準上位6カ国が出場国となる。これらの国が何らかの事情でチームを派遣しない場合は7位以下の国が順次繰り上がり出場する。 さらにホスト国が選考結果に関わらず出場する。出場国は、計6または7カ国になる。出場国は、男子シングル2人、女子シングル2名、ペア1組及びアイスダンス1組、計8選手でチームを構成する。シンクロナイズドスケーティングは、チーム構成になく、競技が行われない。出場選手は、その場合変わって出場国選考で次の順位の国が、 順次出場する。特典発表は,は、通常の待機ボックスではなく、国ごとに設けられた、選手全員が待機するブースにて行われる。成り物や、被り物などの応援グッズも持ち込まれ、シーズン中と異なる、賑やかなムードが団体戦ならではの特徴である。2009年4月16日から4月19日にかけて、東京都で第1回が行われた。 第2回は2011年4月14日から4月17日にかけて横浜で行われる予定だったが東日本大震災の影響で中止となった。選考対象となる大会は世界フィギュアスケート選手権ヨーロッパフィギュアスケート選手権四大陸フィギュアスケート選手権世界ジュニアフィギュアスケート選手権 ISU グランプリシリーズ ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルを除く ISU ジュニアグランプリで各国選手が獲得した ISU 世界ランキングに用いられるポイントを参照する。対象となる一連の選手権大会で各選手が最も多くポイントを獲得した一大会のものを各国ごと男子シングル上位2名、女子シングル上位2名、ペア上位1組、 アイスダンス上位1組分合計する。また対象となる一連のグランプリ大会で、各選手が最も多くポイントを獲得した1大会のものを、各国ごと、男子シングル上位2名、女子シングル上位2名、ペア上位1組、アイスダンス上位1組分合計する。これらの合計が大きい順に選考される。ただし世界フィギュアスケート選手権、ISU グランプリシリーズ、 ISU グランプリファイナルでの獲得ポイントが優先され、世界フィギュアスケート選手権でポイントを獲得した選手数が上記に満たない場合にのみ、ヨーロッパフィギュアスケート選手権、または四大陸フィギュアスケート選手権での獲得ポイントが、さらに選手数が足りない場合にのみ世界、ジュニアフィギュアスケート選手権での獲得ポイントが参照される。また、ISU グランプリシリーズ、 または ISU グランプリファイナルでポイントを獲得した選手が上記に満たない場合にのみ ISU ジュニアグランプリファイナルを除く ISU ジュニアグランプリでの獲得ポイントが参照される各種目とも1位選手に12ポイント以下順位が下がるごとに1ずつ少ないポイントが与えられるシングル種目の最下位選手には1ポイントがペアアイスダンス種目の最下位組には7ポイントが 与えられる。各国で出場選手が獲得したポイントを合計し、団体順位を決定する。6組、または7組で争われるペア種目、アイスダンス種目に比べ、12、または14人で争われるシングル種目でつく、ポイント差が非常に大きい。男子シングルと女子シングル種目の比重が大きい団体戦である。2011年世界フィギュアスケート国別対抗戦に、 関するカテゴリー、ありがとうございます。